コンバインドジャパンカップは日本山岳スポーツクライミング協会が主催するスポーツクライミング全国大会の内複合種目を扱うものである。東京オリンピックのスポーツクライミング実施種目であるコンバインドの日本一を決める大会。ボルダリングリードの2種目を実施して各種目の成績をポイントに変換した合計点で成績を決める。第2回大会は 男女上位7名にオリンピック出場枠が与えられるアイフスク世界選手権八王子大会への出場選考会の一つになっていた。第3回大会は東京オリンピックに出場する JOC 推薦選手の最終選考会になっていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020年5月に盛岡市で開催予定だった大会が延期された。さらに、 同年12月、本大会で男女残り1枠を決める予定だったのが、国際連盟との間で、選手選考に関する解釈の違いが生じてしまい、スポーツ仲裁裁判所へ提訴していたが棄却されて、出場選手枠が確定したため、最終選考会は行われないことになった。第4回大会から、これまでスピードボルダリングリードの順番で3種目を実施して、 各種目の順位を掛け算した得点の少なさで成績を決めていたがパリオリンピックから複合種目がボルダリングリードの2種目のみに変更になったためスピード種目は除外された。ありがとうございます。